難しい。パテ盛り。最初からね、うまくやろうとは思わない。盛るだけ盛って後で削ります。下手でしょ。見てわかると思うんですけど。パテ盛りがとにかく下手なんですよ。あんまり深いすると失敗するやつな、これね。苦手なんですよ。はい、皆様おはようございます。 DIY 努力の鉄ございます。ふかっちゃんの SR400 復活計画、今回は前回の続き。こちらガソリンタンクでございます。ここからですね、私の苦手とする分野、へこみとの戦いでございます。はい、こちらの SR400 のタンク、前回まずね、ガソリンタンクの中を錆を取りまして、そしてね、表面の塗装を剥離剤を使って全部削り落としました。今これの軽くサベーサー吹いてる状態なんですよ。表面がなんかこうデコボコしてるのは、これあの錆転換剤を塗った後ですね。これはまあいいんだ、これは削ればすぐ消えるんですけども、問題はこちら。まずへこみその1、ここはね、昔あのへこみにパテ盛りしたんですけども、そのパテの下にサビが入り込んじゃって、それを前回ね、ちょっと削り取ったので豪快にへこんでおります。そしてへこみに、まあ、へこみじゃないんですけどもね、これね、あのふかっちゃんも知らないね、塗装の下からパテ盛りが出てきたんですよ。もうオーナーも知らないへこみの跡の補修跡でございますが、こちらもね、結構表面サビとか落としたので、改めてこうやって段差が出ちゃったので、こちらも全部埋める必要があります。そしてへこみさん、これわかるかな、光の具合でこれ見えるかな、ここにへこみがあるのと、そしてこれですね、ここにもへこみがあります。これ見えますかね、やっぱサフェーサー服のこの光の具合でへこみがすごいわかりやすいです。今回使う道具はこちらでございます。まずこれですね、メインになるパテ、これが厚付け用のパテ で、これ昨日買ってきました。これ薄付けパテ、これで使い分けて埋めていくんですけども、あとはこちら各種サンドペーパーいっぱい買っておきました。それとこれ、ペーパー掛けの時の当て板でございます。で、先ほどなんで私がこう苦手意識を持ってるかって話をしたんですけども、あの苦手なんですよ。まずあのパテ盛りって、まあやったことある方だったら分かると思うんですけども、こう削って、丁寧に削った後にこう脱脂して、でパテを持って、で硬化を待つ、でそれをこうサンドペーパー掛けして、でこうサフェーサーちょっと拭いて、でまたよーく見て、こうへこみを見て、またへこんでるところを削って、脱脂をして、パテを持って、また硬化を待つっていう、こうとにかくあの待ち時間が多いのと、うまくやらないとやり直しが続く作業なんですよ。もう昔から私はせっかちな性格でございまして、一つはこうパテを持って固まる前に削っちゃう、これが一つで、もう一つが削りすぎちゃってまたやり直しになるで、なんていうの、穴が塞がりきってないうちにもういいやって塗っちゃって、後で後悔するっていうね。まあこの性格、三つ子の魂100までと言いますけども、これが未だに治らずに苦戦しております。というわけで、今回どんな仕上がりになるかどうかはご承諾くださいませ。というわけで、今回ですね、このサフェーサーとかいろいろ買ってきたんですけども、その時に売り場にあったこれ、救急工房のマニュアルをもらってきました。これ見てね、ちょっとちゃんと落ち着いて一つ一つやっていこうかなと思っております。なんかね、器用に何でもできるんですねって言われることあるんですけども、不器用なんですよ。そんじゃまず位置のマーキングをしていきます。これはここですよね、ここがへこんでるので、これで四方に同じ距離で貼っていきます。ピッと、これでペーパー掛けしても見失うことはないと思うんで、よいしょ、ここと、よし、それではいってみましょう。ここだね、お、できました、できました。ここもね、
本当光当てないと分かんないレベルなんですけど。さて、こんな感じでよろしいですかね。よし、じゃあパテ盛り行ってみましょう。はい、それではパテを硬化剤と混ぜて準備をしていきましょう。おい、100対2ってどんな感じかな。これでもう一回ゼロにして100、目安が分かりません。あ、結構な量だな。どうしようかな。でももっとあった方がいいですね。100いっちゃいましょう。ぴったりって難しくない？まあいっか。いや、よくねえか。ここら辺から性格出ますよね。このほか、あ、それでは硬化剤を入れていきます。 100g だ。ここに 2g、 2g、で混ぜるのなんか久しぶりですね。よいしょ。いつ以来だろう。よく混ざるかな。ちょっと多かったかもしれない。難しい。すごい、これ美味しそうだと思う人は手を挙げてください。ちょっとなんかペロッといきたい感じですね、色が。こんなもんかな。よし、じゃあそろそろ行ってみましょうか。よし、ではここから行ってみましょう。20年ぶりのパテ盛り。いくら YouTube で予習してもそんな風にはできないですよね。よし、じゃあちょっと持っていきましょうか。もうね、最初からね、うまくやろうとは思わないです。後で削る、盛るだけ盛って後で削ります。いや、難しいよ。よいしょ、こうやってニュッと盛る感じ、こんな感じ。ヘラがそもそもこれダメですよね。ちょっと余計なものは取る。よし、どんどんいきますよ。どんどんいくよ。昔ちょっとね、あの塗装やってる番犬さんにちょっと教わったんですけど、最初のこのなじませんの指で貼った方がいいらしいです。ちょっと今あんまりやりたくないんでやんないですけど、プロは指でやっちゃう人も多いみたいですね。それが一番繊細なヘラだと言ってましたね。よいしょ。これがこっちの方だったかな。ちょっと待ってね。気泡怖い。いやって、カメラに当たった。こんなもん。よいしょ。下手でしょ。見てわかると思うんですけど、下手なんですよ。パテ盛りがとにかく下手なんですよ。これで一応盛り上がってるはず。よいしょ。あんまり深いすると失敗するやつな、これね。気をつけて削ってね。よいしょ。プロのようにはいかないですよ、やっぱり。微妙にやりづらいね。
が難しい。そしてこれが難しいぞ。エアが入りそうだぞ。これは気泡が入りそうだぞ。ちょっとモクモクとやりますね。喋ってる余裕が全くない。よっ、こんなもんか。いや、まあいいや。すぐ入ったって、すぐ入ったって。あとでまた薄漬けパテがある。ちょっとパテが柔らかいじゃん。パテが硬い気がするな。いや難しいなこれ。うん、撮影にちょっとね手間取ってなきゃいけなかった。固まってしまいました。こんな感じ。とりあえず第1ラウンド終了でございます。はい、そろそろ降下時間経過したので、さあどうなるか削ってってみましょうか。まずこれはちょっとこう面を出してった方がいいですよね。ちょっと固めの当て木で行ってみましょうか。こちらかな。よし、行ってみますよ。難しいね。面を出すっていうのが。ペーパー掛けをしてる最中ですが、ここはまあ比較的いい感じかな。でこちらはやっぱりまあ大きく持っただけあって、こんな感じに穴がちらほら見られるので、だけど厚漬けパテはもう OK かな。あとは薄漬けのパテでなんとかなりそうな感じですね。こちらもそう、こんな感じのちょっと擦り傷っぽいへこみがあるので、あとは薄漬けで何回かやっていけばいけそうな感じでございます。あとこれだ、厚漬けパテ塗ったここなんですけど、ちょっと見てほしいんですよ。この曲線いきますよ。だんだんこう下がってってこんな感じ。そしてまた下がっていくとこんな感じ、形になってますかね。どうだろう、希望的観測ではいい感じって言いたいところなんだけど、いろんな向きからこう見てみましょうか。これでこんなもんかな。思ったよりうまくいってる感じな気がするんですよね。まあまた薄漬けのパテやるんですけど、これで形的に OK かな。はい、それでは次はこちら薄漬けパテでいきます。これ引っかき傷を埋めるってあって、ピンホールや深さ2ミリまでの線傷、2ミリいけそうですね。これ使い方は裏見たら、まあ、下地処理これ OK で、ヘラに取ってですぐ塗る。ほう、速乾性なのですぐ固まるらしいんですよ。で硬化時間こちらも約1時間、20度。これもうちょっと気温高いからもうちょっと早いかもしれないですね。よし、じゃあ行ってみましょう。よし、それでは行ってみます。これをヘラに取る。そしてよいしょ、こんな感じか。
ほう。あ、使いやすい。うん、使いやすい。ちょっと痩せた感じになっちゃうけど、これはちょっとまた盛る感じで。よいしょ。あ、どこだか分からなくなった。こんな感じで。これで乾燥待ちましょうかね。あ、こんだけ使いやすきゃ。塗ってこれ乾燥待つのそんなに苦じゃないですね、これね。どんどん埋めていく。埋めていきましょう。よし。うん。面白い面白い。ここら辺の、ちょっとしたこれも。あ、結構埋まりますね。いろんな筋が。うん。使いやすい、使いやすい。そしたらこれもこんな感じで。入ってる入ってる。色がちょっと違うから分かりますよ、これ。よいしょ。ほい。お、いいね、いいね。使いやすいね、これ。昔の薄漬けパテルさらに使いやすくなってますね。すごい。はい、それでは、再び1時間、硬化を待ちます。はい、それではさらに1時間経ちまして、薄漬けパテが乾いたようなので削っていきましょう。よし、じゃあ次はね、240番でまずここの面出しをしましょう。固まってるね。どうかな、どうでしょうね。見た感じ結構うまくいってるような気がするんだけども、でも実際なこれサーフェーサー吹いたら見つかっちゃうんでしょうね、ピンホールやら段差やらが。うん、どうなるかわかんないけども、一丁サーフェーサー行ってみましょうか。さて、結果発表のお時間でございます。でんでんでん、回ってみて見えましたでしょうか。見えたかな。こうずいっと下に行くとありました。はい、というわけでですね、やっぱり縦は難しい。ただ実際こうやってみて思ったんですけども、薄漬けパテが以前に比べてすごく使いやすくなってます。なのでこれさっきね、ここが、ここに2箇所、あ、ここにもあるな、これへこみを発見したんですけども、これちょっと削って、さっきのでペッと伸ばして、で乾かして、で乾いたのとこ擦っていったときはいいので、うん、おお、ここにもある、あ、ここにもあった。まだいろいろありますけども、まあ、ちょっと例によって今日この後また用事があってタイムオーバーなので、今度あれですね、この作業だけやるとちょっとね、硬化する待ち時間がちょっとまどろっこしかったりするんですけども、別の作業をやりながらちょっとこう作業をトントンと飛んでいけばやりやすいかなと思いまして、これ次またこれちょっと埋めながら、サフェーサーもこれもちょっと裏もね、これしっかり塗りたいので、白サフェーサーの方で塗りながら作業をしていこうかなと思います。まあ何はともあれね、もう概ねタンクの方は形になってくれました。こことかね、埋めたんですけども、多分、いけてると思うんだよな。へこみはなくなってると思うんですよ。ピンホールはあっても。こことか。
多分大丈夫だと思う。ただまあ100点はいかないと思うんですよ。パテ盛りを完璧にやってピンホールなしに、しかもこうへこみとかなしに綺麗にやれたら、世間ではそれをプロと呼ぶそうです。やっぱり私は素人です。それを痛感させられますね、パテ盛りは。ああここにもあった。もう裏叩きやパテ梅は。なんともはや終わりがない戦いですが、というわけで次回はそろそろあの車体の方の組み立てもやっていきたいと思うんですよ。フロントフォークもそうだし、タイヤ交換とかもあるし、まあ徐々に徐々に亀の歩みではございますけども、確実に SR400 直していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。2回にわたってタンクやりましたが、進んだのはまだタンクだけ、しかもまだ終わってないっていうね。まあ他の作業の最中でちょっと脇でやってると思って眺めてください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。